東京の祐天寺でスタジオラボ 404.com という店舗兼ショールームのディレクターをやっているモネです。お店はアメリカのデッドストック NOS のものを扱ってて、ブランドデザイナーズ系もアメリカと今はヨーロッパとやってて、もともと友達のデザイナーの子がほとんどなんですけど、それを一緒にキュレーションしてお店としては見せてます。ギャラリースペースも一応3階にあるので、まあ、そこは展示会を年に2回やったりとか、他のブランドさんの展示会やらせてもらったりとか、イベントが多い場所としてやったりしてます。タイミング的に、まあ、日本帰ってきてニューヨークでやってたお仕事半分ぐらいと日本のお仕事半分ぐらいで、会社にした方がいいタイミングとか場所を持った方がいいよねっていうのと、2人いるんですけどメンバーが、みんなとなんかやりたいねっていうのがこう本当タイミングは全て合致したからやろうかなって思って始めたんですけど、7年間ニューヨーク行って、で最初の方は本当ショールームの新品のブランドさん扱ってるところで働かせてもらってて、でその後にまあヴィンテージのウェアハウスとかディーラーさんと会って、まあ、買い付けをさせてもらうようなところで働かせてもらってたんで、まあ、今のやってることがまあ全部つながってるのはそこにルーツ的なのはあります。ここら辺をただひたすら歩いてたまたま見つけたのも一つなんですけど、まあ、あとはめっちゃ人がいるっていうのが得意じゃないので、立地はニッチなところに持ちたくて祐天寺はいいなみたいな感じです。お店の名前の由来は、やってる内容が、まあ、ファッションもあればデザイン関係やったりとか PR もやったりとかで、公式に行くまでのコマーシャル要素の部分もあるし、でお店っていう、 こう実験的な部分もあるから、ラボとかスタジオとかつけたくて、で404っていうのはエラーコードっていうのもあるけど、すぐにこうゼロに戻れるじゃないけど、継続はするけどいろんな形でやっていきたいから抽象的な感じでつけたくて、まあ、404にしました。お客さんはすごいレンジが広くて、うちは特にリメンジですごい歌ってるんですけど、内容的には結構メンズにも刺さるから、メンズのお客さんもいるし、年齢層で言ったらメインはやっぱ20後半30かな。お洋服好きな人が多分多いです。セレクトのポイントなんですけど、デッドは基本的にまあミリタリーとかもちろん多いんですけど、ミリタリーをミリタリーで着るっていうよりは、まあ、差し込んでいってもらってスタイリングができるようにしたいっていうのがあるから、デザイナーズのものとデッドとジュエリーと、で全てこうバランスよく全部のジャンルをかじれるようなテイストには一応しているので、でもなんかこうサラッとしているベーシックなものからデザインのエッジが効いたものの、まあ、バランスが全部が整って見えるようにっていうのは意識したりとか、あと素材、年代によって違うその素材の選び方とかあるから、まあ、その辺はなんかピックの時に毎回こういうテンションがいいねみたいな感じで話してピックさせてもらってるっていうのがあります。うちは私を含めて、まあ、3人のメンバーでやってるんですけど、マリコは大学生の時からの友達で、ずっと美術系で出てるから深い話とかしてる中の友達で、レイはもともと2人ともの仲介の知り合いの人がいて、2人めっちゃ合うよって感じで最初ご飯行って、たまたま仕事がスイッチするタイミングで私がここやるっていうのがあって誘いました内装はみんな同じようにお金をかければいいものを作れるというのはあるんですけど、抜け感とかがやっぱ欲しかったから、あんまり作り込みすぎず無機質なんで、うちらの建物がすごくそれに合うようにこうなんかパイプとかで自分たちでやったりとか、シェルフとか木の色とか、なんかそういうとこは気にしながらやったりしてます。これが一応お店の外観なんですけど、ここが入り口で、だいたいちょっと開いてるんで、まあ、こうペロってやってもらったら入れます。こんにちは、レイです。レモリオンでは商品企画をしてます。よろしくお願いします。こちらが1階のスペースなんですけど、1階は割とデッドストック、ミリタリー系が一番多くてメインで置いてる階なんですけど、あとはヴィンテージのフラワーベースだったりとか、チャクシンっていうバッグだったりとか、オリジナルのものもちょろちょろっと置いてるんですけど、こちらがラムレザーのバッグなんですけど、ナウハウっていうベルリンのレザーブランドと404がコラボして作っていただいたバッグなんですけど、ナウハウの方で出してるのはもっと大きくて、このストラップももっと短い
いタイプなんですけど、こうコンパクトにしてもらってストラップ長くして作っていただいたんですけど、斜め掛けもこういう感じでできるのと、ハンドメイドなので量産っていうよりかは一個ずつ丁寧に作っていただいて、大事に経年変化を楽しんでいただけるアイテムになってます。バラクラバなんですけど、ストックホルムのニットのブランドで、これもハンドメイドで1個ずつ作られてるんですけど、今運期から新しく扱い始めたブランドで2色あるんですけど、ちょっとかぶるとこう猫耳みたいになるのと、ビニとしてもかぶれるアイテムで、メレノウールを使用してるので結構シーズンも長く着れるし、まあ、冬はちゃんとめちゃくちゃあったかいのでおすすめのアイテムです。次は私が今着てるんですけど、オリジナルで作ったモヘアのセーターなんですけど、人気すぎて1色は完売しました。ありがとうございますこのモヘアのセーターはアーティストのマークロスコっていう画家からインスパイアを受けて、カラーの感じとモヘアで色が混じってる感じをちょっと作ってみたんですけど、音数も割と薄めに作ってるので、まあ、レイヤードしやすいのと、春先まで着れる音数にしました。結構モヘアって着膨れしたりレイヤードしにくかったりアウター着にくかったりするんで、それを意識して長いシーズン着れるものがいいなと思って、 V ネックも可愛いんですけど、前でボートネックとしても前後着用できるので、いろんな着方が楽しめるのかなって思います。で、まあ、やっぱりヨンマリオンで一番取り扱いの多いのがデッドストックなんですけど、中でもやっぱ人気というか定番のやつがミリタリーのシックスポケッツのパンツなんですけど、やっぱヨンマリオンの特徴としてはミリタリーとかユニフォームのデッドストックを多く扱ってるのと、あとレディースでも着れるサイズというか、結構メンズの大きいやつとかは世にあったりするんですけど、こうレディースでちゃんとぴったり着れるサイズってあんまりないと思うので、このシックスポケッツとかは女の子着てもさらっと綺麗に着れるので、すごい初期から人気のアイテムですね。404のグラフィックデザイナーを担当しているマリコです。で、2階が70年代のデッドストックメインと、あとジュエリーとオリジナルのアイテムとかもあるんですけど、でこちらジュエリーなんですけど、上がイオンってブランドで、下が404のオリジナルのジュエリーラインで、ネックレスが自分でカスタムもできるようになってて、本当にシルエット選んでもらえて、まあ、数字とか名前とかでお作りいただけるものがあります。ゴールドが 14K でシルバーがスタイリングシルバーです。でこっちのシルフは上にヘッドギアで、この辺がインナーのサーマルとか置いてて、あとこれが404のオリジナルのハンドバッグで、生地がプラダと一緒の生地で、めちゃくちゃ軽いナイロンバッグで、レファレンスをこう革のバッグから取ってるんで、革のバッグのシェイプでこのシェイプが可愛いとか、旅行とかにもすごい使えるバッグですね。こんなにちっちゃくないな。でシワもこう使ってたら全然伸びてきてつかないから、すごい使いやすいバッグ でこちらが、404のオリジナルのアロマスプレーなんですけど、香りをあのヤナベルっていうキャンドルとか作ってるブランドがあって、作ってる方に香り監修していただいて作ったやつで、パロサントのオイルとか入ってるので、ウッディな感じとかスパイシーな感じとか、ちょっとリフレッシュメントみたいな感じで、メンズもレディースも使っていただけるアロマスプレーです。ここが3階になるんですけど、3階は主にジュエリーと、まあ、雑貨がシェルフの方にあって、お洋服はレッドストックの、まあ、ユニフォーム系とかクラシックなスタイルのものがあって、ブランドもちょろっと置いてます。でこっちがあのジュエリーなんですけど、この上の棚のところは今ヴィンテージになってて、14金10金がメインです。下はデザイナーズの新しいジュエリーなんですけど、まあ、それミックスして置いてて、私も結構ジュエリーがっつりつけるんですけど、今自分がここのピンキーにつけてるリングが、このストーンが空張りで7色ぐらいあるピンキーのリングがあって、まあ、これは10金で、これもヴィンテージで見つけたやつなんですけど、おすすめのアイテムです。ここのシェルフは今上の棚がブランドのバッグになってて、まあ、下はデッドの雑貨と、あとまあ新品物のヨーロッパのとこから買い付けしてるようなものも並んでて、このナイタっていうイタリアの姉妹なんですけど、アメリカのニューヨーク拠点にしてて、妹さんの方がヨーロッパのラグジュアリーブランドの生地とかのマテリアリサーチャーをしていて、でお姉ちゃんの方が建築家なんで、こうデザインが360度どこから見ても、まあ、フォルムがすごい綺麗っていうのがすごいおすすめのバッグです。ここのラックは、まあ、フォーマル系並んでるんですけど、まあ、ここがオリジナルのアイテムになってて、レングスが数タイプあって、キプラの生地なんで通年着てもらえるシャツです。でロング丈はポケットもサイドにシームのとこに入ってるので、ジャケット感覚でお客さん見てくれるアイテムになってます。
お店だけのね話やったらあれなんですけど、うちらのやってることが全部まとまってのお店やから、デザイン業務とか PR 業務とか全てがアップデートしていかなきゃいけないっていうのもあって、でお店としてはやっぱりなんか百貨店みたいな、1個来て何か絶対買えるものがあって、でジャンルが結構いろいろあって、でフロアうちら分かれてるっていうのも結構そこ意識してるんですけど、まあ、価格帯から置いてあるものとかどんどん広げたい、だからアートとかそういう系もやりたいなってめっちゃ思ってます。